ビワはバラ科の常緑鉱木及び食用となるその実。原産は中国南西部で日本では四国、九州に自生する。果樹としては九州、四国の他和歌山県、千葉県、静岡県などで栽培される。樹高はおよそ10メートルほどになる。葉は濃い緑色で大きく長い楕円型をしており、表面には艶があり、裏には産毛がある。そして、 その大きな葉陰に楽器の琵琶に似た形をした一口大の多くの甘い実がなり、綺麗な色に熟す。語源は葉の形や実の形が楽器の琵琶に似ているからとされる。中国語でも琵琶と表記するほか、足立花とも呼ばれ、英語のローケワットは校舎の関東語発音に由来する。日本には古代に持ち込まれたと考えられており、主に本州南部や四国、 九州に分布する。また、インドなどにも広がり、ビワを用いた様々な療法が生まれた。中国系移民がハワイに持ち込んだほか、日本からイスラエルやブラジルに広まった。トルコやレバノン、ギリシャ、イタリア南部、スペイン、フランス南部、アフリカ北部などでも栽培される。枝葉は春、夏、秋と年に3度新調する。若枝は泡褐色の細かい毛に覆われている。 葉は五生し、葉平は短い。葉の形は20センチメートル前後の長大円型で、厚くて硬く、表面がデコボコしており、葉脈ごとに波打つ。円には、葉状の巨子がある。葉の表面は初めは、毛があるが、生育するにつれて、毛はなくなり、光沢が出てくる。葉の裏面は、泡褐色の毛に覆われたままである。香川主に春枝の先端につく。香川純正花が、 夏季は11から2月、香りの良い白い五弁の花を群がりつける。薬には、毛が密に生えている。自家受粉が可能で、初夏に、休憩から卵型をした木大々色の実をつける。果実は、花卓が飛行したニセ科で、全体が薄い産毛に覆われている。果実の中には、大きな赤葛色の種子が数個ある。長崎県、千葉県、鹿児島県などの温暖な地域での栽培が多いものの、 若干の体感性を持ち、寒冷地でも冬季の最低気温摂取10度程度で、あれば生育、結実可能である。露地成熟は5月から6月、栽培種をまくと簡単に発芽するので、寒葉植物として楽しむことができる。成長が早いので剪定で小型に育てると良い。未生苗の結実には7から8年の歳月を要する。自家結実性のため、他品種を混植する必要はない。 増やし方は未消、継ぎ木であるが、刺し木も可能。剪定は9月。露地栽培の場合、適防、適来を10月、開花は11月から2月、適化を3月下旬、4月上旬、袋掛けを適化と同時に行う。果実が大きくなると、桃ちょっきりの食害を受ける。品種江戸時代末期に、日本に導入され、明治時代から、モテゲや田中などの果樹としての品種がいくつかある。 現在では、その他に、大房、水穂、クイーン長崎、白、刺激、霊月、陽玉、両風、長生和瀬、室戸和瀬、森尾和瀬、長崎和瀬、くす木、夏頼りなど多くの品種がある。中国ビアとして冠玉や、大五生などがある。2006年、朱なしビアである、希望が、品種登録された。古代にトライして野生化したものと考えられる自生儀も、 あるが、種が大きく果肉が薄いため果樹としての価値は、ほとんどない。産地日本では、全国でビワの実が3240トン収穫され、長崎県、千葉県、和歌山県、香川県、愛媛県、鹿児島県など温暖な気候の土地で栽培されている。特に、長崎県は、全国の3分の1近くを産する日本一の産地となっている。 近年は食の多様化や種子を取り出すなどを食べにくさに、加え、農家の高齢化、寒波に弱く収穫が安定しないなどの問題もあり、収穫量は2003年は9240トン、2008年は7110トン、そして2015年は5290トンと減少傾向にある。近年では、ビニールハウスによる促成栽培も行われている。日本国内の 主な産地寒さに弱いため産地は温暖な地域に限られ、九州、四国、和歌山、房総半島で栽培が盛ん。また、寒波の影響を受けやすいため、生産量が乱高下しやすい。など未熟なビワの実や、ビワの種子には高濃度のシアン化合物が含まれる場合があり、これが体内で分解されると猛毒である生産を発生させるため、未熟なビワの実や、 ビワの種だけを一気に何十個も食べると健康に害を及ぼす可能性がある。通常は問題にならないものの健康に良いなどとして販売されているビワの種の粉末に関しては一気に大量に摂取してしまう可能性があり、2017年に高濃度のシアン化合物が含まれたビワの種子の粉末が発見されたことにより、2017年11月に 農林水産省によるシアン化合物を含有する食品の一覧にビワ種が加えられ、農林水産省よりビワの種子の粉末は食べないようにしましょうとの勧告が出された。ビワ種による健康被害はまだ報告されていないものの、海外では同じくシアン化合物を含有するアンズの種子を大量に食べたことによる死亡例が報告されている。果肉甘く、 生食される他に缶詰などに加工されるが、種子が大きく排気率が30%以上である。生食する場合の過食率は65から70%で、バナナとほぼ同等である。ゼリーなどの菓子、ジャム等にも加工される。果実は咳、嘔吐、喉の渇きなどに対して、効能を発揮する。なお、蒸気の通り、種は高濃度のシアン化合物が含まれる場合があるので、食べない方がいい。 歯は、美和用、種子は、美和核と呼ばれる木薬である。大薬王樹と呼ばれ、民間療薬として親しまれてもいる。なお、以下の利用方法、治療方法は特記しない場合、過去の歴史的な治療法であり、科学的に効果が証明されたものであることを示すものではない。歯には修練作用があるタンニンのほか、鎮外作用があるアミグダリンなどを多く含み、乾燥させて、 ビワ茶とされるほか、直接幹部に貼るなど生薬として用いられる。ビワ,ワは、9月上旬頃に採取して、葉の裏側の毛を、ブラシで取り除き、日干しにしたものである。このビワ用後 20g を 600cc の水で、煎じて、1日3回に分けて服用すると、咳、胃炎、悪心、嘔吐のほか、下痢止めに効果があるとされる。また、汗もや湿疹には、 煎じ汁の冷めたもので幹部を洗うか、浴頭量として用いられる。江戸時代には、夏の初期あたりを防止する美和用油に人気があったと言われており、歯に含まれるアミグダリンが分解して生じた、ベンズアルデヒドによって、清涼飲料的効果が生み出されると言われている。種子は、ここほど砕いたものを 400cc の水で煎じて、服用すると、咳、吐血、鼻血に効果があるとされる。 歯の上にお灸を乗せると、アミグダリンの鎮痛作用により、神経痛に効果があるとされる。ただし、アミグダリンは、胃腸で分解されると猛毒である生産を発生する。そのため、歯などアミグダリンが多く含まれる部位を経口摂取する。際は、取り扱いを間違えると健康を害し、最悪の場合は命を落とす。危険性がある。詳細は、 アミグダリンを参照氷砂糖とホワイトリカーだけでも作れるが、ビワは酸味が非常に少ないので、果実の他に皮むきレモンの輪切りを加えて漬け込むと良い。また、果肉を用いずにビワの種子の実を使ったビワ種子は安妊に共通する方向を持ち、通りの間で好まれる。ビワ種には食欲増進、疲労回復に効果があると言われている。乾燥させると非常に硬い上に、 粘りが強く、昔から杖の材料として利用されていた。現在でも、蒸気の薬用効果にあやかり、乾燥させて磨いたものを、縁起物の、長寿へと称して利用されている。激しく打ち合わせても折れることがないことから、剣道、剣術用の高級な木刀として利用されている。日本においては、梅雨の頃に、実がなるため、美琶及び、琵琶の実は、中華の季語とされている。また冬には、 枝先にやや、黄色味を帯びた白い五弁の小花を咲かせる。目立たない花ではあるけれども、かぐわしい香りを持ち、ビワの花や、花びはあるいは、ビワ咲くなどは、初冬の季語となっている。ビワの木は広く、根を張るので家が倒れるなど、いくつか言い,い伝えがある。ABCDE 開通をしたか 1995P65AB、現場から、地方創生、伊豆市といの白びは、 商品化相次ぐ、知名度向上に、知恵、日本経済新聞天使版2019年5月28日、ABCDEFGHIJKLMN、大田中工事1995、P158、作業調査平成24年3農林水産省2013年7月19日、閲覧 AB 春仙図完備は千葉県富士の、 国静岡県公式ホームページ地域の特産物、豊イ美ロは三重県、アグリニュース、島田美は出荷スタート、JA1 市東部、JA30 中央会美は初出荷大玉で、高品質 JA は時期の手に2011年6月、甘みたっぷり、野田の美は今シーズン初、出荷兵庫、淡路産経ウエスト2013.6、11、AB 我が山新宝ビはたっぷりの、 菓子作り会南しもつこうで講座和歌山新報2千十七年六月十六日大阪放送局ブログ美和の収穫始まる和歌山湯浅町秋津の美和広島文化大百科美和 JA 香川県美和高松産小島に品広場美と世の果物美和香川県美と吉美和 JA 松山市愛媛中央農業共同組合から川美和愛媛の食材ファイル 特産品を買う味はうびは室戸市観光協会。高倉びは出荷始まる毎日新聞佐賀の農畜産物 JA 佐賀。農畜産物長崎びは長崎県。農産物びは熊本県大分市の荒増しびは、大分市おはようサンデー安本かなの、もっと教えて。農業 OBS ラジオ果物びは JA。鹿児島県経済連農林水産省による注意喚起の記事農林水産省。 平成29年12月28日更新、池上安子、美味しくて薬になる食べ物栄養典九95ページ期五歳時期、ビワ、2015年12月17日閲覧期五歳時期、ビワの花、2015年12月17日閲覧、ありがとうございます。